まっすぐの、ね、力もありますし、ある程度、ね、コントロールついてきましたよね。石井さんらしいですね。そうですね、熱いでしょうね。石井監督です。ちょっと頭を冷やしてました。さあ、でバントの構え、セカンドランナーちょっと飛び出して、おっとっと、これはどうしたんだ。でこれはおっとっと、伏見が今ボールを最後、まあ、離してしまいました。スローイングをやめようとしたんですね、今のは。そうですね、記録エラーです。あのはラッキーですね。今その後ちょっと三遊間も、ね、転がっていくような、あの伏見選手はね、もともと狙ってたんですよね、バントの構えして見逃したらセカンドで刺してやろうと思ってたところで、はいはいはい、まあ、まさにこのねセーフティーの、うん、バットを折られましたが、これライト前に落ちそうです。ライト前落ちます。さあ、でファーストランナーは近藤はセカンドを蹴ってサードまで行きました。野村がヒットになっています。チャンスを広げるヒット、本人も苦笑いのヒットになっていました。いや、そうですね、まあ、当たりは良くないんですけどもね、はい、やはりこうバットの出がいいのでね、うん、ヒットゾーンに落ちると思うんですよね。いい性も持っているというプレイヤーではありますが、これはどうだ。セカンド送球で行く、一塁は間に合ってダブルプレーになりました。伏見トライがナイススタートで、セカンド送球カウント、うん、うまくここはヒットにしました。さあ、ここは3人で終わりたくなかったところ、石井がしっかりとヒットで攻撃を続けています。まあ、こういう時間で、あの佐藤もあのあいたバントミスがあったりしましたけども、ちょっとこう頭も整理する時間に なるといいましょうか、ね、あと思いますね、うん、まだただ抜けきれてない感じはありますけどね。そうですよね。さあ、でランナースタート切って、石井和成盗塁はアウトになりましたか。そうですか、ここはリクエストも要求はしませんね、ということで盗塁失敗。出ましたか、ね、出ましたか、出ましたか、うん、ここで、またねリプレイ検証です。まあ、この時間また佐藤も頭の整理を早く守りに行っちゃった方がいい時もありますけどね。そっちもあるんですか。